おいら耳兵、ちょっと変わった工場で作業員として働いてるんだぜ。これがおいらの働く工場。なんだか楽しそうだろ。おいらの工場では音を聞き分けることで物を生産するんだぜ。どうだ、おいらもなかなか優秀だろ。これがうちの工場長なんだ。なんだって、工場の生産力を2倍にしろ。おい大丈夫か。しっかりしろ。おいら、もう限界かも。でも大丈夫だって、おいらの耳はどんな音の違いも聞き分ける工場作業員の耳なんだからな。完璧だ。おいら最高。